はい、皆さん、こんまくり。将棋 VTuber の高坂まくりです。それでは詰将棋やっていきましょう。はい、本日の問題はね、こちらでございます。こちら、超実践型作ってみました。いかがでしょうか。はい、この問題見てね。あ、もう難しそう。やめよう。閉じよう。って、なった方、ちょっと待ってください。この問題ね、よく見たら、結構簡単です。見た目に惑わされないようにしましょう。まだ解けたねよって方は一回ちょっとね考えてから続きを見てください。それでは行きましょう。はい、こちらですね。まあ王手していくには角と金で何かね打っていくしかないんですけど、まあ第一感で3三金とか、まあ、3三角が見えた方は非常に鋭いですね。まあ、こちらはまあ同玉と取らずに逃げる手は自治金で簡単に詰むし、まあ、3三金もありそうなんですけど、これはまあ11玉と逃げられて、以下22角同金同金同金とった時にちょっとね駒が足らないね、竜切って同玉に銀を捨てるみたいな鋭い手もありますけど、王手してもね斜め逃げられて霊抜けられちゃいますね。3三角には同玉と取りますけど、4五桂とね打っていくのは継続の手なんですが、2四玉と逃げられますと以下2五香同桂同歩というふうに続きますけど、1三の桂馬がね跳ねたことによって玉がまだ逃げれるので、これでね有効な王手が続かなくて、これは負けになってます。え、じゃあどうしますの、これつまらないんじゃないのって思いますよね。盤面よく見てください。そして相手の持ち駒をよく見てください。そうですね、正解参りましょう。8八角とします。よく見て合駒できますか。持ち駒歩しかないよね。7筋も7五に歩がいるから打てない。6筋も6三に歩がいるから打てない。方向は5八に歩がいるね、打てない。4四歩とついても同角で無駄になるのでつけません。3三金も2二の玉が取られちゃうのでさせません。ということで実はこの角で横引く以外ないんですね。で、自治金取っての3手詰めでございました。ちょっとね、意地悪な問題だったんですけども、実戦でまあ、ごく稀に出てくる可能性がある問題ですので、こういうね、相手の持ち駒をちゃんと見て、詰ますっていう練習もやっていきましょう。詰将棋は相手の持ち駒がね、すべてなので、こういったことに気づきにくいんですけど、実戦は相手の持ち駒が鍵ありますので、こういう手だったら効くかなっていうところも、切り替えていくのが大事だと思います。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。おつまくり。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。